群馬県大泉町で女性が意識不明の状態で倒れているのが見つかりました。警察はひき逃げ事件として捜査をしています。昨日午後9時半ごろ、大泉町の歩道で人が倒れている、ひき逃げではないかと通りかかった女性から110番通報がありました。倒れていたのはブラジル国籍の64歳の女性で、頭蓋骨や肋骨が折れるなど意識不明の重体です。現場には女性が乗っていた自転車が倒れていました。現場の歩道は駐車場に隣接していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。